前回の大会ですかね、はい、最後バットになりましたね、はい、後ほどまた伺いたいと思います。はい、平が最後青木を空振りの三振に打ち取って初回は三者凡退の立ち上がりになっています。初回平に関してはいかがでしたか。まあ変化球多めでね、そんな全力で投げずにこう、うん、抜きながら抑えたっていうかね、そういうので、ね、まあ、球数も少なく最高の立ち上がりやと。今では交流があるとも話していましたが、最後はバット回りました。まあね、スライダーのね、ちょっと抜けたようなね、真ん中のスライダーで、まあ、投げた瞬間ね、甘いとは思うんですけど、それでこれ真ん中来てるんですけども、うん、意外とこの球ってね、空振りがどうかはちょっと分かんないですけど、最後は速いボールで長岡を仕留めて3アウトです。そうですね、各チームのファンということも増えてくるでしょうか。最後速いボールバット回っています。ここは力勝負でどんどん行きました。もう一つ、ここはバッテリーが続けてきました。ナイスボールですね。対村上に対してはスプリットというところも攻めを続けました。1球前のファールと多分一緒のような球だと思うんですけど、うん、こっちがもう一つ60球目。最後は高めにバットが回りました。空振りの三振です。この回はいずれもアウトカウント3つ、最後は3者連続の三振でアウト3でいます。この回スワローズ無得点です。最後はズバッときました、見逃しの三振です。平良この回はフルカウントから最後は内側に入ったところになったんですね。なんかちょっとカット気味に来ましたけどね。対村上は3打席いずれも空振りの三振です。キャッチャーの構えここだったんですが、そうですね、ちょっとこうまっすぐ引っかかったような、その分スライダー回転になりますか。そうですね、上げてきましたが、はい、バット当たってますね。ファールチェックで三振です。ここも追い込んで、最後は速いボールでした。今日は本当に三振でアウトカウントをどんどん取っていきます。はい、まあ、変化球が、ね、コースに決まりだすと相手バッターも、ね、ちょっとそこが気になってしまうので、うん、まあ、真っすぐは行きますよね。その分低め振らせて三振12個目でアウトの次を取っています。この回ゼロでライオンズが抑えて